さあ始まりました e スポーツマックス。早速こちらのタイトルからはい、今回はレイングローリーです。はい、レイングローリーですよ。個人的にもう毎日のようにやってますね。アスワはね、アスワさんすごいプレイされてますよね。ハマってるよね。そうなんです。でこの収録日ちょっと前に新しいバージョンになって、はい、あと新キャラクターが増えて、あ、なるほど、アップデートがかかってたまに新しいキャラクターが増える。そうなんですよ。はい、ということでベングロイの実況解説モクソンさんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめましてです、はい、ベングロイ会では、うん、解説といえばスタン・スミスさんとモクソンさんで、あ、今回の試合ははい、1月30日に開催されましたレイジ、ボリューム2のベングロイの決勝、はい、チーム GLVS イルマティックの方を、はい、ピックアップさせていただいて、俺うち行ったのね。はい、私見に行きました。あ、はい、すごい。あ、そうなんだ。盛り上がりはすごかったですよ、本当に。人も大勢で、人も大勢だし、もうなんかセットとかもすごい豪華 で、うん、でプラスなんかやっぱりほら、あの試合がもう白熱すると、うん、もうすごいんですよ本当に。観客のわーってなるのが、はい、決勝ってこと でこの2チームはそうですね、 GL の方に関しましては前回のボリューム1の方で優勝して、うん、まあ、日本一のチームになったと、うん、そして、対するイルマティックですが、前回のボリューム1では、準決勝でその GL に負けてしまった、うん、まあ、因縁の対決と、ね、ついに決勝戦までイルマティック上がってきて、はい、今度こそ GL を倒してやろうという意気込みのかかった非常に熱い試合になりました、ね、なるほど。ということで3本選手ルールで行われたレイジファイナル第1戦、試合時間8分のシーンから見ていこう。ブルーサイド側、左側から攻めている JL が押している場面でして、JL が3人でこちらにあるタレットと呼ばれる、はい、守っている、1つのオブジェクトを3人で攻める場面ですね、うん、はい、レッドジムがイルマティックのレーナーである先般選手はダメージを食らって戻っているし、うん、2人で守りきれるかというところですが、まあ、残念ながら守りきれずに、うん、そこからもうビッグプレーが本当に日本でもナンバーワンと言ってもおかしくない、うん、そして世界の中でも、まあ、珍しいくらいの綺麗なビッグプレーがこの後、炸裂するので、そちらを VTR の方で見ていけたらなと思います、はい、これ鳥肌立ちましたね僕、はい、どうして？いやすごくてよ。あ、すごくて、すごくてよ、すごくてか、攻められて、まずジェイルが優勢に攻めていき、取り返った、はい、さらにもう一人もかなりローヘルスになります。あ、本当だ、危ない危ない危ない。そしてここからタレットを降りに行って有利を取りにジェイル側としては、うわ、守れないな。降りた瞬間ここですね。お、そして1キルを取ってそのままイルマティック側が追いかけていって、さらにキルを狙おうとする場面ですが、まあ、残念ながら1キルしか取れなかった場面になりますね。はい、今のドーンは誰が？今のドーンはこちらにいるこの先般選手が、はい、戻ったところから、はい、放ったんですが、この、先般選手の用いるこのセレスというキャラクターのですね、はい、アルティメットという、まあ、必殺技のような、はい、スキルですが、このスキル、射程が無限ということで、どこから打ってもどこまでも届くスキルになっています。なので、まあ、普通であればこの、まあ、ここら大体この辺りから打ってるんですけど、ここまで届くスキルというのもないんですが、このセレスのスキルに関しては、ここから打とうがどこから打とうがこっちの端っこまで飛んでいくと。そしてそれをこの見えない画面外から放ち、こう飛んできたところにこのミックス選手のフィンのウルト、必殺技引っ張るスキルがありますが、3人を引っ張ってそこにウルトが直撃と。なるほど、ロームの人のウルトに、はい、そのレーンの人のウルトが勝ち合ったという、はい、ただその必殺技打ってもさすがに相手もそうですね、分かってて避けるけど、さらには2対3を作ってるので、はい、状況的には圧倒的に JL の方が有利ですね、うん、今でタレットも降り切って JL としてはあとは下がるだけで、はい、まあ、普通にこれだけヘルスの差ができていれば下がって、まあ、悠々と逃げれるところだったんですが、うん、まあ、先般選手がまずここにいますね。今先般選手、はい、ホームにいます。でまだこのウルトですね、このスキルがまだ離れてないんですが、この後一旦立ち止まってですね、このスキルのところが数字になってクールダウンになりますので、その間にここウルトが通ってきて必殺を使った、ここで使ってますねウルト、はい、して、まあ、画面上では分かりませんが今ここで後ろが飛んできているところですね、うん、そしてここでウルト3人をまとめて引っ張って、しかもど真ん中にフルヒット。これは
ます。当てさせたんだもんね。まあ、ビングローリーにおいてこれだけ大きなコンボが決まったのは世界の中でも稀だと思いますね。完璧だもんな。タイミング一歩でもずれてしまったら、ウルトが通り過ぎた後に3人を引っ張っていたら、もう何もダメージがやられるだけ。ただただ無駄に敵が近づいてきたわけで。そう、敵を近づけてしまって、逆に相手にやられてしまう可能性もあったというところで、やってなくても見てて分かりますもん、その凄さみたいなのが。そうですね。で、この、キルによってですね、まあ、残念ながら1キルしか取れなかったんですが、はい、まあ、流れを完全に、会場の流れもそうですし、うん、試合自体の流れも、イルマティック側がこれを取ることに成功しまして、はい、このまま少しだけ有利を築きます。続いての注目シーンは試合時間12分の集団戦。その有利を取ったイルマティックはそのまま、攻め続けて、うん、形的にはですね、はい、またしても、見ていただいているように、3人、こちら、GL3 人はレーンに集合していて、はい、今度はレーンの先輩選手が1人だけ、レーンに立っていて、うん、2人は下からこうジャングルから登ってくるような、展開ですね。そしてそれを見つけたこのジャングラーのタツキ選手が、こちらレーンの先輩選手をもう1人なので捕まえられるということで、うん、イニシエートしに行って、はい、それに合わせてジェルの2人も合わせていくところ2人が下から介入しての集団戦と、はいはいはい、形的にはですね非常にジェルの方が有利な形に見えましたし、僕もこれ実際に実況している時は、どう見てもジェルが勝つと思った集団戦だったんですが、このジャングラーとローマーの2人、トトティミックス選手とそして、ジャングラーのテイクイットイージー選手の、はい、前での、壁になりながらこの狙われた先輩選手を守る動きと、そしてそこから守り切ってから反転をして相手を捕まえに行く動きが本当に素晴らしい動きなので、はい、そちらの方を VTR で見ていきたいと思います。はい、はい、ここで先輩選手一人で現れたのが、まあ、見つかってしまいますと。孤立してる。これ見つけてタツキ選手がイニシエート、はい、大きなダメージが2つ重なって倒されると思ったところですよね。ここで2人が守りきってなおかつテイクイットイージー選手が反転をして上で捕まえている。わ、本当だ。これ本当にいろんなところでうまいプレーが出ている。下かと思った。上で起きてた。上でも下でもいろいろなところでも起きているので、まあ、一つ一つ解説したいのでちょっと、当たるところの、場面まで少し戻していただいて、ここですね。まずここの、タツキ選手のイニシエート、これ素晴らしいタイミングだと思いますし、大きなダメージが入りますね。この後さらには後ろからシルバー選手の、アルティメット、はい、一死一殺というアルティメット、これも大きなダメージがこの後入ります。はい、このビームみたいな、お願いします。はい、これ先輩選手も下がらざるを得ないですね、うん、HP 状況的には確実にジエルが有利。そしてサトル選手、ローメのサトル選手がイニシエート捕まえに行く動きを、ただここで気絶と出てますが、はい、これこのトトティミックス選手のスキルです、スタンをしています。これによってサトル選手動けません、うん、2人で守った形になってますね、はい、前に焦ったサトル選手を逆にこう2人でこちら側からのダメージを受けつつ、うん、先輩選手を守るような動きになってますね、うんうんうん。そしてサトル選手はまだこれいけると判断して前に行きますが、さすがにここでもう HP がミリになってしまったので逃げざるを得ない、うんうん、はい、これストップ。テイクイットイージー選手、こっちを見てください。ここでサトル選手を前に追いつこうとしたシルバー選手とタツキ選手なんですが、まあ、無理と判断してタツキ選手は下がろうとする判断、そして前に残っているテイクイットイージー選手を狙う判断をしましたが、ここで一つというスキルはありますが、この相手を刺して足止め、この場から動けなくするスキル、さらには大きなダメージが入るスキルをここで当てて反転をするんですね。これ一気に大きなダメージを与えてタツキ選手を落としきる。さらにはフィンのウルト、またしても引っ張るスキルでシルバー選手を引っ張り、さらにはクイブルというスキルでスタンを与えてシルバー選手まで捕まえて、状況的に見れば GL 側の方が有利に試合を始めたので、イルマティックが先輩選手が落とされたまんま追いかけられて倒されていてもおかしくない集団戦でしたが、なんとそれを 2-0 交換と2キルを取って、誰も知らない、誰も倒されていないと。この集団戦勝ったことによりまして、イルマティックこの後金鉱山と呼ばれるゴールドの大量に獲得できるオブジェクトを獲得しましたし、さらにはタレットも、相手のタレットも折ることに成功して一気にお金差が逆転します。レイジファイナル GLVS イルマティック、最後の注目シーンは試合時間17分の集団戦。GL がここでなんと逆転をするシーン、皆さんに見ていただきたいんですが、だって有利になってきたんじゃない、うん、そうなんですよね。イルマティック側が有利なはずなんですが、GL の集団戦のうまさでお金差をもろともしないプレーをすると、お金差があるってことはその装備とかが違うんですか。そうですね、さっきの集団戦から6分ほどの間で、まあ、じわじわ GL 側もお金を返して、うん、ほぼほぼないところまで来たというところで、会場の雰囲気もおや、これはまだまだ分からないぞと、うんうん、GL もまだまだ盛り返すんじゃないかと思ったところでのこの集団戦ですね。ですね、特にシルバー選手に対して、はい、まずこのタツキ選手、ここちょっとスローにできますかね。はい、ここタツキ選手かなり前に出てますよね、うん、ただ
それを狙われたところしっかりと仲間のカバーリングもあって逆に敵に大ダメージを与えます。そしてそのまま追いかけていく。そしてそれを返すためにルマティックは多くのスキルを放ちます、うん、これによってダメージを返すことはできたんですが、ここからのタツキ選手を見てください。ここでもう一度テイクイットイージー選手にダメージを与えて、うん、もう倒されるギリギリというところで無理には追わずに、うん、ここから壁の裏から相手の2人に向かってスキルを当てます、うん、そしてこれでタツキ選手が浮いたところを狙いに行ったテイクイットイージー選手を逆に切る。うおそしてそのまま勢いに乗った人数差そして HP の差もできた GL が押していく展開になりますね。で普通の速度でそのまま流してます。そのまま2本目のタレットに手をかけながら、そしてローヘルスになった先般選手は戻ってしまってニック選手が1人で守る動きですが3対1なので守れず、そしてそのままの取り残されたミックス選手までを起用して、これで一気にお金差が逆転しましたし、この後、またお金差逆転してどん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 チーム GL は有利になっていくと、注目したいのは先ほど挙げたタツキ選手の動きですね、うん、これで明らかに一人だけ浮いてるんですよね、うん、それをテイクイットイージー選手も狙っていくんですが、ここでブロックと出てると思いますが、はい、これこのタツキ選手持っている反射ブロックというアイテムです、はい、このゲーム非常に、CC と言われる異常状態のスキルが強いので、それを無効化できるアイテムがあります、うん、それをしっかりとこの相手のテイクイットイージー選手のスキル、先ほど、申し上げた、足止めと動けなくなってしまうスキルなんですが、それをしっかりブロックしたことによって、タツキ選手ここから動くことができますね、うん、さらには、この今こう水をバーッと出すようなエフェクトのスキルを使っていますが、この牽制射撃というスキルを使った後は非常にアタックスピードが速くなって、うん、この後のダメージの量がどん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 大きくなるとして、前に逆に浮いたテイクイットイージー選手に大きなダメージを与えていくと、うん、すごいダメージ。そしてまだここも浮いてる動きをして、まあ、普通であればかなり危ない状況ですよね。かけるんですよね。ただこれを相手のスキルをかわしながらさらには追いかけていって一発、そして逃げる相手をもう一発と、うん、うん、もう戦えない。そして相手も回復する再生の泉というアイテムを使って回復するんですが、ここから先ほども言ったようにこの素晴らしい壁の裏からのこの牽制射撃、うん、そしてそれを狙いに来たテイクイットイージー選手をしっかりとキルをして、すごい。そしてここで、まあ、今キルをしたシーンでかなりいい位置からこの壁の裏という相手の攻撃が届きづらい位置から、うん、タツキ選手でダメージを出していましたが、このサトル選手もしっかりと再生の泉という仲間の HP を回復させるアイテムをギリギリのヘルスのところで使ったことによって、まあ、タツキ選手このようにまだまだヘルスが残っている状況ですよね、うん、これによって GL はこのまま相手のローヘルスな2人を追いかけに行く、シルバー選手がまず追いかけに行って、一応タレットがあるので、まあ、無理だというふうに判断をして引きますが、今度はじゃあタレット折ってから相手を追いかけに行こうというふうに判断を下すというところで、まあ、先ほどはイルマティックの集団戦が本当にうまいというふうなお話をさせていただいて、イルマティック素晴らしいと言いましたが、今回はそれを何枚も上に行く GL の集団戦のうまさというのがこの集団戦から分かっていただけるかなと思いますね。そのまま最後のベインクリスタルまで割り切って1戦目は GL が勝利しました。今はすごい地形とかも使って、はい、一人で三人翻弄してるみたいな。そうなんですよね。普通は、先ほど言った、サトル選手が前に立って、うん、壁役をしている後ろからスキルを打つのが一般的なんですが、まあ、今のようなアグレッシブなプレーでかつ正確に、ね、反射ブロックを使ったことによって自分も落とされずに逆に相手を落としに来た。すごい。相手を釣ったんだね。そしてこちらが BO3 の1試合目というふうに、先ほど言いましたが、2試合目はイルマティックが勝利をしました。おやっぱすごい。本当いい戦いなんだ。こちらも GL が序盤を展開で、うん、このまま GL が2連勝して優勝するかと思ったところ、うん、しっかりとね、今度逆転をして、うん、このように、再逆転されずにそのまま試合を終わらせて、あ、じゃあ最終戦まで最終戦までもつれ込みましたね、はい、そして最終戦の GL 対ルマティック戦も最終的には GL が勝って2連覇を達成というところで、こちらの試合も本当に面白いのでぜひとも皆さんアーカイブの方で見ていただけたらなというふうに、はい、うわやっぱ強いんだ。